角に角に一つの問題じゃなくて、何でもいいです。みんな一人一人の意見、声、出してくださいのグループですよ。私たちのグループはルール2つだけあるんです。一つは、ピースグループだけは暴力しない。相手の、お互い人の、意見を尊敬し、してください。その方向は、ルールはないですよ。誰でも聞いてもいい。レフトとライトは関係ない。何でもいいです。それから、これから、occupytokyo.org でみんな、選挙して、自分の意見出して、次のイベントは、そういう方に行きます。リーダーシップいないから、私たち、行こうじゃなくて、聞いて、何しましょうのグループだから。そのぐらいいいですか。はい。